決勝開幕戦終わりました、望んでいた結果では、到底ないんですけども、まず、序盤武藤選手、スタートしてちょっとポジションを落としてしまって、その後、車1台抜いたんですけど12号車を抜いたんですけど、ちょっとタイミングが悪くまた抜かれてしまって、そこからちょっと我慢のレースになってしまって、戦略通り少しミニマムに近い周回数で入って、逆転を狙っていったんですけども、セーフティーカーが出てギャップが縮まったのはいいんですけど、もう少しこのセーフティーカーが早く入ってくれれば多分かなり美味しかったと思うんで、そこはちょっと残念ではあったんですけど、その後なんか近年の GT カーのレースにしては珍しいぐらいこうフォーミュラーカーのレースのように人の後ろにつくとなかなかペースが上げられない状況が続いてしまって、単走で走ってる分には多分ペースは良かったと思いますし、とはいえ自分の這い上がってくる力がなかったので、そこはちょっとチームには申し訳ないなと思ってます。応援してくださった皆さんも期待していた結果ではなかったので皆さん残念だったと思うんですけども、レースはここで終わりではないので、しっかりと今回の成績を分析して、2戦目以降富士そして鈴鹿と続きますので、そちらでしっかりといい成績を残してタイトル争いの渦中に最終戦でいられるような、そんな戦いをどんどんしていきたいなと思いますので、また引き続き応援をよろしくお願いします。岡山決勝8位でチェッカーを受けました。で僕はファーストスティント担当してしたんですけども、11番手スタートからですね、自分のその予定といいますかプランでは順位を上げて山本選手にバトンを渡すという頭でいたんですけども、レース始まってなかなかそういう展開に持っていけずに、非常に苦しい自分のスティントになってしまいました。今日はこの悔しさありますけども早く気持ちを切り替えてですね、皆さんが喜んでもらえるような自分自身が納得できるようなそういう走りが次できればいいなと思ってます。応援ありがとうございました。はい、レースですけども、かなり厳しい戦いとなりましたが、一応順位としては8番手で、終えることができました。 GT500 勢が、燃料リストリクターを絞られたことによって300とのスピード差がかなり減ったので、300を抜くのでさえも苦しいレースっていうことが予想されてて、かなりその混戦になるなということを感じてました。実際そうなって、いろんなアクシデントも発生しましたし、僕らも最初ポジションを落としてしまったんですけども、ピットでなんとか、順番取り戻して、そこからっていうところで、SC が入ってだいぶそこには、2回の SC には僕らは助けられたと思ってます。なんとかギリギリでポイントを、取れたレースだったんですけども、僕らとしてはもうちょっといけると思ってたレースだったので正直、いろんなことを反省していかなきゃいけないレースになったと思います。次の、ゴールデンウィークの、第2戦の富士に向けて今回できなかった準備をいろいろして戦っていけたらなと思います。チーム国光を応援していただいた皆さん本当に、ありがとうございました。次は頑張ります。